どうもこんにちは、一ノ瀬庵と言います。今回はですね、発音の話をしますね。今から5つの単語を言いますので、黄色くなっている部分に着目しながら何が共通点なのかっていうのを考えてみてください。いきますよ。 Human Travel Family Idol Album。 はい、気づきましたでしょうか。そう、黄色くなっている母音の A、E、I、O、U はスペリングは様々ですけれども、発音は全部同じうっていう音だったんです。じゃあなんでこのようなことが起きるのか。それはですね、英語っていうのは強弱を大切にしている言語で、長くはっきりと発音するものもあれば、短く曖昧に発音するものもあるんですよ。そして短く曖昧に発音するときは、スペリングがどうであれ多くの場合うっていう発音になるんです。このうっていう音はあいうえおのどれにも当てはまらないから曖昧母音って呼ばれてるんですけれども、英語で一番使われてる音なんですよ。ネイティブが喋ってる英語の3割がこの音だと言われています。っていうことは、この音をマスターすることによって2つの利点があるんですね。まず1つ目は、よりネイティブっぽい発音ができるようになる。で、2つ目はこの音に敏感になるので、より多くの英語が聞き取れるようになるんですよ。じゃあどうやったら発音できるのか。簡単です。裏技を教えます。まず母音が消えてしまった状態で発音してみてください。で、その後にちょっと戻してあげるような感覚です。こんな感じです。 Human じゃなくて母音を消して Human で、その後にちょっと戻して Human Travel じゃなくて Travel、 そしてちょっと戻して Travel Family 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 Idol 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 Album Album Album。はい、これで曖昧母音を発音する感覚はつかめたと思います。ネイティブ英語に一歩近づくことができましたね。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.